にちは、ベーシストの伊藤です。あ、今日はですね、猫カフェに来てちょっと猫派の僕としては、お、すごい、猫と今日は一日戯れていますが、すごいです、すごく。なんか僕も猫飼ってるんですけど、なんかあれですね、いろんな種類の猫がこんなにいるんだなって、すごくいい経験をさせてもらいました。ありがとうございます。というわけで、ですね、この度2月26日キングレコードより、僕のファーストソロアルバムレッドゾーンが発売になります。それに伴ってですね、今回レッドゾーンのライブツアーを、やります。はい、3月8日が恵比寿のライブゲートですね。それで3月13日名古屋ハートランドスタジオ、あと3月14日は心斎橋のドロップで、ライブツアーをやります。あと追加公演も、決まりまして、3月26日に初台ドアーズで、ライブやりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、というわけで、伊藤が猫カフェより、お送りいたしました。それではさようなら。これいいですね。みんなで外見てる。お、何見てんの？何見てんの？目閉じたらやっぱ可愛いですね。ねえ、可愛いね。目しようかね、君にね。目しよう。そうだね、もう短いんですね、毛が。でもショートヘアっていうか。可愛いんですけどね。
っぱりまあ一番僕の難しい。これね、あの字通り書くと難しいですね。なんていうんですか、あるじゃないですか、今何をこうとしてるか。こういうことですね。なんかうまくいかない。ほら、どうですか。ちょっと愛がいいですね。そういうことしないんですけど、多分そういうのと同じことなのかもしれないですね。衝撃を受けました。はい、これからもう僕はもうですよ。これくらい猫カフェはもう行っちゃいますよ、いっぱい。というわけで皆様にもおすすめしますので、ぜひ。はい、というわけで今日は、お付き合いいただいてありがとうございました。いこうでした。